このチャンネルでは気学と易で見た仕事、お金、人間関係がうまくいく情報をお伝えしています。来年の開運セミナーは1月10日金曜日午後、オンラインでも受講できますし、録画受講もできます。そしてエネルギーを開運させたいならぜひ会いに来てください。ライブや交流会もございます。どちらも概要欄から公式 LINE をチェックしてください。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いいたします。いいねボタンもいただけると嬉しいです。九紫火星の12月の7日から1月の4日までの運勢についてお話しいたします。もうあっという間の年末ですよね。何かと慌ただしい毎日を過ごされている方が多いのではないでしょうか。年末年始は特に体調管理が大切な時期となりますので、ぜひ最後までゆっくりとご観覧くださいね。それでは全体運です。まず12月、九紫火星は北に開座します。そしてこれは貫入の月ということなんですよね。それって良くないのって心配される方もいらっしゃるかもしれません。確かにパワーは少し弱まる時期ではあります。でもこれには深い意味があるんです。実は2025年は九紫火星の方にとってとっても素晴らしい運気が訪れる年になります。12月はその幸運期に向けた大切な充電期間だと思ってください。ちょうどスマートフォンを充電するようにバッテリーが少し減った時ね、しっかり充電してパワーアップしたいですよね。秋以降様々な問題対応に追われてこられた方が多いと思います。心も体も正直かなり疲れが溜まっていませんか。でもそれはね、頑張ってこられた証拠なんです。12月はその疲れをしっかりと癒していく時だと思ってください。それでは仕事運です。仕事は少し息切れを感じる時かもしれません。最近仕事を終えて帰宅するともう何にもする気が起きないなんてことありませんか。もう周りへの気配りばっかりでもう限界っていうふうに感じている方も多いんではないでしょうか。ねえ、ここで諦めないでください。むしろ12月は仕事の進め方を見直すいいチャンスです。今までの頑張りを振り返って来年に向けた新しい計画を立てていくのに最適な時期なんです。具体的にお伝えしましょう。例えばデスクの整理から始めてみるのもいいかもしれませんよ。書類がね、どうですか、もうぐちゃぐちゃになってるなんてことありませんか。この案件はこうすればよかったなとか反省したりするところもありませんか。あ、この方法はすごくうまくいったななんていうようなね、そんな気づきも得られるはずです。それを来年の、ね、計画に生かしていきましょう。一発逆転なんてね、狙うのではなくて着実な一歩一歩を積み重ねていく、そういうね、計画作りに良いのがこの12月なんですよ。それでは金運です。お金に関しては年末年始のね、出費に備えて計画的に使っていきたいところです。今月は自分のケアにかけるお金は惜しまないでください。例えば良質な睡眠のための寝具を揃えるとかね、体を温めるための温かい靴下とか、心も体も温まるハーブティーとか、自分のね、ケアをするための出費はむしろ積極的にお使いいただきたいです。こういった来年の運気を上げるための出費はですね、投資なんですよね。特にね、やっぱり健康でないと動けないじゃないですか。ですから自分に対してお金をかけることは来年の運気を上げる自己投資なんだというふうに思ってください。もうね、後々何倍もにないって返ってきますからね。それでは人間関係です。九紫火星の方はとっても頑張り屋さんですよね。辛い時も苦しい時も一人で抱え込んでしまう、そんな傾向がありますよね。12月はその優しい心を自分自身に向けてみませんか。周りに
助けを求めることは決して恥ずかしいことではないんです。むしろそこから新しい絆が生まれるチャンスです。特にこの時期、辛い時に手を差し伸べてくれた方とのご縁はとても大切なものになっていきます。その方との会話の中から思いがけない情報や気づきが得られることもあります。それでは恋愛運です。今は積極的なアプローチよりも自分自身のケアを優先する時期です。体調を崩して誰かに助けてもらうことがきっかけで、もしかしたら思いがけない出会いが生まれるという可能性もあるかもしれません。その時には素直に感謝の気持ちを相手に言葉で伝えてみてくださいね。生活運です。年末年始の過ごし方は、忘年会シーズンとかね、本当にいろいろな飲み会とかお誘い受けると思います。でも無理してね、体調が優れないのに行ってしまうと余計長引いてしまいますから、静かな時間、まあ、もし睡眠ちょっと足りてないなと思ったら、自分のために睡眠に、ね、時間を割くであるとか、静かに一人で過ごすということもとても大切にしてほしいです。あるいはね、温泉もいいかもしれませんので、近場の温泉でいいですから、ちょっとね出かけてリフレッシュしてみましょう。そして美味しい食事をゆっくり楽しむというのも必要となってきます。家族との団らんもいつも以上に心が温まる時期となるはずです。人と会うだけでもね、本当に疲れますよね。まあ、女性の方だったらメイクしたり何を着ていこうかなとかね、本当にね疲れてしまいます。ですので、まあ一人の時間を大切にしてください。好きな音楽を聴きながら、まあ、好きなテレビとかね、映画なんかもねいっぱいありますからね、そういったものを見たり聞いたりしながら来年の夢を描いてみるのも素敵ですよね。健康運です。最後に最も気をつけていただきたい健康面についてお話しします。免疫力がね本当に低下しやすい時期です。特に夜更かしは注意してくださいね。寒さも厳しくなってきますので、マフラーとかね、手袋とかちょっとした小物をね、本当にいつもいつも忘れないようにしてください。暖かい服装を心がけましょう。少しでも体調の不良を感じたら、なんかちょっとね眠いなとか疲れやすいなというふうに思ったらですね、無理しないで早めに就寝してくださいね。心と体がねつながっています。体調を崩すと気持ちもね落ち込みがちになりますので、まずは予防が大事です。今月のポイントをまとめます。 1. 体調管理を最優先にしましょう。 2. 心の声に素直に耳を傾けることです。 3. 自分へのご褒美の時間を作りましょう。 4. 来年に向けた穏やかな準備をしましょう。 5. 感謝の気持ちを大切にです。この時期を大切に過ごすことで、きっと素晴らしい2025年を迎えることができます。今日もご視聴いただきありがとうございました。12月は世の中全体的に独り占めしないで、下に与えることで利益がやってくる月。チャンネル登録、いいねボタンも嬉しいです。いつも応援しています。